動画の注意事項です。読んでくれないと食べちゃうぞ。皆様おはこんばんちは。今日も東上線を東へ西へ、三八くんもどきこと東武5万系5万、1001F です。今回は、鉄道娘に関する話題です。鉄道娘とは、鉄道会社で働く人々の制服をモチーフに作られているキャラクターコンテンツで、フィギュアなど様々な商品化が行われています。2005年11月に最初のフィギュアシリーズが発売され、結構な人気を集めていました。時代に取り残されることに定評がある東武も、この時ばかり箱の有効に乗っかり、鉄道娘を作ることにしたのでした。こうして生まれたのが、栗橋南。他の鉄道娘同様、名前は駅名が由来となっていて、彼女の場合は、南栗橋駅、です。ここで終わっていればよかったのですが、東武という会社を甘く、見ない方がいい。次の第3弾で早くも、渡良瀬絹、をデビューさせたのを、皮切りに、あれよあれよと数を増やし、今ではなんと堂々8人にまで、至りました。これをいいことに、普通は他社とコラボして行う鉄道娘スタンプラリーを、自社だけで行うという、友達のいない少年のようなこともやってしまった東武。しかし、真の名要素は、この中の一人である彼女に、潜んでいたのです。彼女の名前は、川越朝香。この時点で、もうちょっとひねれ、と、思ってしまう方も多いのではないでしょうか。確かに、考えてみればいかにも、駅名を、二つくっつけました、的な投げやりな命名です。しかし、思いつきだけでそう言い切るのは、早計というもの、何か、違う由来があっての命名なのかもしれません。こういう時は、公式ソースを確認するのが、一番です。こちらが、鉄道娘、公式サイト内の朝香ちゃんの、キャラクター紹介ページです。左下に、名前の由来があるのですが、朝香駅ですらなかった。なぜかすぐお隣に、朝香駅、ガールにも、かかわらず、川越朝香、の由来は、朝香台駅、確かにひねりは入っていますが、全くもって意味不明です。再三ご案内しているのにも、かかわらず、よく似たホームの構造や名前のせいで、折り間違いが多発している、朝香駅、と、朝香台駅、その紛らわしさは散々指摘されますが、まさか公式サイトが間違えているとは、思いませんでした。考えてみれば、朝香台は急行、快速が、止まり、接続駅でもあるのに対して、朝香駅はただの途中駅。乗降客数でも倍以上差を、つけられています。知名度でも圧倒的な差があるので、元から朝香台が名前の、モチーフとして考えられていて、川越朝香台、じゃ名前としてあんまりすぎるので、台、を抜いた、というのが真相でしょう。それにしても朝香駅がかわいそうすぎるので、みんなもっと使ってあげてください。以上、東武鉄道からでした。後半へ続く。どうも、晩年地上用の試作車、西武6000系6102F です。後半は私が解説させていただきますので、よろしく。さて、東武がこの、川越朝香、という鉄道娘を出して、以降、西武鉄道が謎の対抗意識を、くすぶらせ始めました。西武沿線において秩父に、粒観光地である川越、連ドラの撮影協力までしたというのに、鉄道娘で、川越、という名字を、持っていかれてしまっては、川越旧市街地もより駅たる、本川越駅、を、有する、我々西武鉄道新宿線の、メンツが立ちません。そこで、我々でも、川越、を名乗る鉄道娘を、用意して、川越朝香の妹ということにしてねじ込むことにしました。その結果、完成したのが彼女。その名も、川越いぶき、ちゃんです。名前の由来ですが、下の名前、いぶき、は我らが、西武ライオンズの本拠地もより駅たる、西武球場前、駅から取っています。え、
伊吹って言ったら俺のこと。大井川にお帰りください。そして、名字の由来ですが、川越駅。ノーノー、あんな駅はナンセンスです。それじゃあ何なんだって？そりゃあ、川越旧市街の最寄り駅にして、西武新宿線の終点たる、本川越駅に、決まってるじゃないですか。え？そんなはずはない？そんなことをおっしゃいましても。公式サイトにそう書いてあるんですから、仕方ないじゃないですか。え？姉と合わせろ？嫌ですよ。むしろ姉の方が伊吹ちゃんに、合わせるべきそうすべき。それは聞き捨てなりませんね。川越旧市街へのアクセスには、川越特急、で最速26分の搭乗線が、便利に決まっていますし、そちらが後から作ったんですから、名字の由来くらい合わせるべきじゃないですか？有料特急すら走らせていない路線に、そんなことを言われるとは心外ですね。うちだって有料特急くらい走っていますよ。通勤用のライナー列車じゃ意味ねえだろ。特急っての花、こういうのを言うんだよ。うちの16010系は、普通列車にも使ってるんですが。ほら見なさい。それより我々東武東上線ではお得な、小江戸川越クーポン、を、ご用意して。一徳がうちの現行特急車は両方特急専用だからな。お前んところの、50系とは、違うんだよ。床下機器が使い回しでもですか？それより我々東武東上線では、小江戸川越クーポン、のほか、東急、東武東上線、小江戸川越クーポン、もうそれを言うなら、我々西武新宿線にも、小江戸、川越フリークーポン、があるぞ。JR 川越線は、話が面倒くさくなるから帰れ。しょぼーん。